たフラッシュ計算は、画面に次々と表示される数字を暗算していく脳トレにぴったりなアプリなのであります。足し算のレベル1は表示される数字が2つだけなので、算数を覚えたばかりのお子さんもゲーム感覚で楽しめます。レベルを上げると表示される数字が増え、複雑な計算になるので大人の方の脳トレとしても使えます。一桁フラッシュ計算は、ちょっとした空き時間にサクッと脳トレができる、子供から大人まで幅広く楽しめるアプリなのであります。